こんばんばはチューリップネセスです先ほど王子がホットクックで作ってくれたミートソースをアレンジしてジャガイモのミーートソースブラタンにしてみましたえっと多分インカの目覚めだと思うんですけれどもあの濃いめのはっきりした黄色のじゃがいもが半分とえ半分は普通のじゃがいもかな新じゃがかなんかかもしれないんですけれども普通の色のじゃがいもと。 えっと、2つ2種類使いまして、えっと、こちらを、えー、スライスして蒸して、えー、お皿にオー,ブンオーブンに対応できるグラタン皿に並べまして、えー、っとそちらに、えー、王子がホットクックで作ったねすごくあの美味しいね優しい世界一優しいミートソースをかけまして それでね、ちょっとチーズがなかったので粉チーズなんですけれども粉チーズをかけてそれでね、あのー、オーブンであの10分ぐらいかなちょっと忘れちゃったんですけれども焼きました、ね。なんかポテトグラタンって美味しいですよね。 なんかねあのポテトグラタンがすごく食べたくなってちょうどねあのミートソースでも本当ミートソースパスタも本当に美味しかったのでミートソースパスタもやっぱりもう一回食べたいんですけれどもねあれね私も美味しくってあの粉チーズかけるの忘れちゃってもう全部食べて粉チーズかけてなかったってことに気がついたんですね。 なのでちょっとねあのもう一回リベンジしたいなって思うんですけれどもこちらもねこちら粉チーズをたくさんかけて食べたんですけれどもやっぱりねあのチーズがあると美味しいですよねあのポテトグラタンもね今日,今日食,べれ食べられたので良かったですこちらにえっと王子がたくさん作ってくれたブロッコリーの冷製スープかなあれもね本当に飽きないですねなんか全然しつこくないので あれも一緒に飲んだらすごいね、あの、あってね、本当ミートソースとね、あの緑色のスープが合うんですね。なんか母もね、緑のスープがすごい好きだったんです。なんかこう、グリーンピースのポタージュとか、あとアスパラとかね、アスパラのポタージュとか、あとね、ブロッコリーのポタージュとか、そら豆のポタージュとか、 ね、冷製スープもそうなんですけれどもなんか緑色のスープが母が好きだったので私もなんか緑色のスープがすごい飲みたくなっちゃってそれで王子にねブロッコリーのスープをリクエストしましたなのでねそしたらあのねやっぱりねちゃんと作ってくれてね美味しかったからね良かったですまたねいろんなもので 作ってもらいたいなと思っていて人参もいいですよね人参の冷製スープとかもどうなんだろうね, <laughs> ねあんまりないかなわかんないけれどもね人参のスープも作ってもらいたいしね玉ねぎとかも美味しいですよね玉ねぎのスープもしキャベツもいいですよねキャベツもめちゃめちゃ体にいいし胃にいいのでキャベツの冷製スープとかキャベツのポタージュもいいかもしれないですね そんな感じでねあん、本当にね、和食は私が担当で、ね、洋食はね、王子がね、お手のものになってきたので、嬉しいです。王子もしっかり料理男子になりました。でも今日いっぱい作ってなんかちょっと疲れちゃっててね、かわいそうなのでね、あの、今はね、休ませています <laughs>、ね。今日もいっぱい作ったから、あの、ミートソース作って、 ねえなんかフレンチトーストまで作ってさつまいものプリンまで作ってであとあのグリーンのねあのブロッコリースープまで作ってね本当にあに大変お忙しいだったと思いますでその合間にあの私の編集もしてねこのチューリップラジオとかあチューリップねチューリップリンセスの,あのミュージックビデオとかね <laughs> ね今日はなんかミュージックビデオにね、結構王子がね、たくさん出てきたと思います。<laughs> ねすごいお気に入りなので、王子のね、一番好きなフレッシュっていう曲なんですね。シャルーキーのフレッシュが王子が一番好きなんですけれども、それに乗せて、あの王子のね、登場回数も多いのでね、あの、ぜひ昨日のデートなので、ほやほやです。見てください。それではまた。バイバーイ。